ビーコ・ジャンバッキスタ・ビーコは、イタリアの哲学者。ナポリの貧しい本屋に生まれた。幼少から理髪であったらしく貧しいながら、初等教育の学校に通わせられている。7歳の時に、階段から転落して、頭蓋骨を損傷して、陽気であったのが憂鬱で辛辣な人柄に変わってしまったと、自伝で述べている。学校にも馴染めずほとんど自学自習で済まし、哲学、文学、 歴史学、法学、自然学などを学ぶ。18歳の時、公爵ドメニコロッカの子息の家庭教師として雇われ、ナポリより、さらに南方のチレント半島のバトルだというところにある、公爵の居城で9年間を過ごす。城中の書庫にある哲学、文学、歴史から法学にかけての古今の書物は、ビーコの精神発達を促した。1695年に、 ナポリに戻り、職探しに、本走の末1699年に、王立ナポリ大学の修士学教授になった。1724年には、法学教授の公認人事に応募するが、失敗している。法学教授と修士学教授では6倍の法級の差があったという。1725年に主張、新しい学プリンチッピー・リシエンツァヌオーベを出版するが、 費用を引き受けてくれるはずだったフィレンツェの数機鏡ロレンツォ・コルシーニが約束を保護にしたせいで1.25カラットのダイヤの指輪を処分して原稿の分量も削っての出版であったという。ビーコは数学的知識以外の知識はあり得ないというデカルト派の認識論に反対し学問に必要なのは認識可能なものと不可能なものを区別する原理であると考えた。 その原理とは、真理と事実とは痴漢できる。つまり、精神がある対象を理解するためには、その対象が人間精神によって、すでに作られていなければならない、ということだった。数学は、人間の作り出した仮説であり、歴史は、人間の、行為事実が、無から作り出すものであるから、両方とも認識可能な事柄である。こうして歴史は、明確な認識を生みうる学問として、 数学と並ぶ地位を与えられた。B コは歴史を研究するときに次のような過程を設けた。異なる二つの時代が同一の全般的性質を持ち、そのため一つの時代から他の時代を類推して論じることができる。同じ種類の時代が同一順序で再起する傾向がある。英雄時代には必ず古典的時代が続き、 新たな未開状態への推移が始まり、というように時代は循環する。このような循環運動は、単純に元のところに戻るのではなく、螺旋を描いて進展する。この点でビーコは、プラトンやポリビオス、マキャベリやカンパネリッタと異なり、歴史家は未来を予測できないと考える。20世紀の歴史家では、AJ とインビーがこれに近い歴史観を持つ。 ビーコは次の5つを歴史家の陥りやすい語尾の原因として挙げた。古代に対する大元相互、理想化と誇張、国民的自負、学者が自分の性質を歴史上の行動者に投影する。2つの民族が類似の観念や制度を持つときに、一方が他方から学んだに違いない、と考える偏見。古代人も比較的身近な時代に関しては、現代人より、 事情に通じていたに違いないと考える偏見。さらに歴史家が利用できるものとして、言語学、神話、伝説、現代の未開人、子供や農民の作るおとぎ話などを挙げた。B 子は文献を過去のものとして葬らず、文献学と哲学を総合し、歴史研究を科学と同じくらい確実性があるものとした。また、 芸術を論理に従属させる考え方に反対し、芸術の構想力が論理より優位にあると主張したため、反合理主義の哲学者とも呼ばれる。当時としては、革命的とも言える、ビーコの歴史哲学は、生前には、反響をもたらさなかった。モンテスキューは、ビーコの著作を持っていたが利用した形跡がなく、ビーコと似たような思想家であるドイツのハーマンは177 17年に、 新しい学を手に入れているが、その当時は国民経済に関心を持っていたので、失望して手放してしまった。ヘルダーは1797年になって、初めて人道に関する手紙でビーコのために1ページを割いている。ビーコの本格的な評価は19世紀に入って、とりわけベネデット・クローチェの研究を待たねばならない。日本人研究者では、和辻哲郎が、 近代歴史哲学の先駆者で紹介している。また、社会学者の清水育太郎も、ビーコを紹介している。現在は、上村忠夫が分け、研究を多数刊行している。エイリヒ・アウエル・バッハは、新しい学ドイツ語訳を行い、著書、未明室でも、ビーコを引用しその影響を論じている。エドワード・サイードは、著書、オリエンタリズムで、オリエンタリストの典型として、 歴史家の語尾を挙げている。日本の知識人のビーコン愛読者として、ジャーナリストを評論家、立花隆がいる。ありがとうございます。